く出てきたな。いい度胸だぜ。行くぞ。待て、お前がどう頑張ったところで所詮この銃の敵ではない。なぜそんなに命を無駄にするんだ。どちらが勝つかやってみなければわからないだろう。たとえ勝てないとしても私は戦わねばならん。どうしてだ。お前がゴースンの手下だからだ。よし、行くぞ。早打ち6連発、怪人ゴンラッド。風を、光を、さあ、一方四辺が。第40剣山次は必ず決着をつけてやる。ともかく閉まる。お前が悪いよ。いや、みんなに隠すつもりはなかったんだ。ただあんな畑潮が来たもんだから、つい。それがいけないんだ。もうすぐゴースに追いつけるってのに、もしものことがあったらどうすんだい。そりゃオイラは力もないし、そんなに強くないけど、でも何かの役に立ってきたとは思うんだ。コスケ、俺が悪かった。そういじめるな。本当に分かってるのかな。コスケちゃん、シシマルさんも謝ってるんだし、それくらいにしたら。そうだコスケ、いつまでも言ってるのは男らしくないぞ。そうか。シマル、傷はどうした？うん、大したことはない。だが恐ろしく強いやつだった。第四丸がやられるなんて思いもしなかったわ。上には上がいるもんだな。最後の弾が入ってないんで助かったけど、あの時はどうなるかと思ったよ。どうしたの、コスケちゃん。考え込んじゃって。そんなに強いやつをどうやってやっつけるかだ。あいつの恐るべき正確な銃、あれをどうやって封じるかだ。丈之助が取る鳥の数と、俺らが取る魚の数とどっちが多いか競争だ。もちろん俺の勝ちさ。よし、絶対に負けないぞ。
あの二人よほど馬が合うと見えるな。そうね、まるで本当の兄弟みたい。どうしたの？いや、何でもない。嘘。昨日の怪人のこと考えてたんでしょ。隠したって私にはちゃんとわかるんだから。邪魔だ！おやりなさい。ゴンラッド様。バカ者、すぐ出発するぞ。目指す相手は獅子丸と丈之助だ。行け。ノア。奴はまた襲ってくるに違いない。固まっているのは危険だと思うが、どうだろう。うん、一緒にいると確かに危ないんだ。で、どうする。二組に分かれよう。そうすれば危険はだいぶ避けられるはずだ。二組。分かった、俺が小助と行こう。どうだ。まあいいや。じゃあ俺と沙織が一足先に行くぞ。うん。サボリの命はないぞ。あとを。
来たな、シシマル。みんなまとめてあの世へ送ってやろう。小助を受け取れ。下に動くと目ん玉ぶち抜くぞ。ローバゆっくり料理してやるから今のうちに念仏でも唱えておけ。もっとでっかいので行こうか。シシマル、丈之助、よーく聞け。お前たちの命もあと一時だ。見事そこから出られるか。やい。ちくしょう、あの怪人め。私たちをどうするつもりなのかしら。なんとかして早くここから抜け出さないと殺されてしまうぞ。そうだ。しかし。しかし正面から出ようとすれば奴の銃の標的になるだけだ。じゃあどうするの。掘るんだ、反対側を。そうだ、反対側をひたすら掘り続けるんだ。火をつけろ。探して出てくるに違いない。そこで待ち伏せだ。これは面白い。今日のウィンチェスターは血に飢えてるわい。
れだ。何を言う小助、お師匠様の言葉を忘れたか。最後まで希望を失ってはダメだ。ただ生きることを考えろ。小助、お前火薬持ってたな。ああ持ってるよ。どうして。小助ちゃん、火薬よ。火薬を使って穴を開けるのよ。よし、このままでは死んでしまう。一か八かやってみよう。小助、小助ちゃん。よし、みんな下がって。かわいそうな羊ども、貴様らの命、このウィンチェスターがもらった。ダメだ、外やつらが待ち受けてる。そうか、畜生め、仕方がない。4人で力を合わせて突破するしかない。行くぞ。よし、小僧め、引っ込んだっきりなかなか出てこねえな。お待たせ。下人丈之助、貴様の死に様は惨めだぜ。うまくいきそうだね。くそ。じゃあ、とどめを刺してやる。風を、光を、さあ、忍法四辺玄武タイガー、ライオン丸剣山、タイガー城水産と、シャラクセイ、ライオン丸、貴様らごとき二人が束になってこようが、俺の忍法かげろうが隅に負けるのがオチだぜ。覚悟しな。ジョー、行くぞ。よし。じゃあ。呼吸がぴったり合うなんて奇跡だ。俺は自分が生きていることがまだ信じられん。俺もだ。力を合わせることがいかに偉大なことかよく分かった。ことのついでだ。一気にゴースを倒そう。槍がなくても二人の呼吸が一致すれば。
4人は行く。ゴースンを倒さんと最後の戦いを挑むために、その行く手を阻むゴースンの次の手立ては何か。行け獅子丸、沙織、小助、そして虎丈之助よ。ついに来た。獅子丸たちの運命は今ここに幕が開こうとしている。だがゴースンサンダーの威力は強い。一人立ち向かい、モノクも打ち砕かれて盲目になったタイガー城に怪人ガンドドロの照準が向けられた。急げ獅子丸、走れ天魔光丸。だが遅し、怪人の銃口は火を吹いた。